Welcome to Kimono Mom's Kitchen. I'm Moe and this is Su-chan. Today we are going to show you how to make kakigori. Kakigori! A Japanese style matcha shaped ice with red beans and dango. It's very popular in Japan, so please try. Alright, let's get started.今日はね、花火大会なのよ。行く人。はい。その花火大会に10人ぐらい来るんだって。だからみんなの分を向こうで作ろうか。これ 200g の白玉粉で、だいたい白玉が40個できるんだって。200g 白玉粉 sweet rice flurry. If not available in your area, you can substitute mochiko. But 白玉粉 is produced differently from mochiko, and it's softer, smoother, and tastier. So please look for it in Japanese grocery store or online. 半分って言って。半分、うん。もうちょっと。OK。くるくる混ぜて。Add 200ml of water, little by little, while mixing. 結構ね、水が少ないように感じるけど、手でね、水ちょっとずつ加えながら調節していけばいい感じのお団子になります。もうちょっと水足そうか。 200ml 弱ぐらいかな。お団子の硬さって言われるのは耳たぶの硬さを目指して作っていきます。すーちゃんの耳たぶどれぐらいの柔らかさ？耳たぶぐらいの柔らかさになった？まだ。まだ？なった。なった？じゃあこれお団子にしていこう。Make dumplings about the size of your thumb. 白玉茹でるお湯を沸かしましょう。見て。あ、いい感じ。どん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 混ぜて。こうやってくるくるくるっと混ぜます。柔らかいからまん丸にはならなくてこういう平べったくなると思います。ちっちゃい子が白玉食べるのはまだちょっと危ないから、そういう時はすごいちっちゃくしてあげるか、まん丸にせずにオーバル型にとかにしてあげると、まあちっちゃい子でも食べやすいかもしれない。ママこの白玉大好きなんだ。なんかさ、この白玉いっぱい作ってたらさ、ちょっとした時にね、美味しいんだよ。かき氷にのせるのもだし、冷たいおぜんざいに入れても美味しいし、あったかいおぜんざいに入れても美味しいし、昔動画でやったことあるけど、あんみつとかも美味しいし、ちょっと白玉が乗ってるとすごい美味しいんだよね。見て。美味しいですね。まだ美味しくない。今適当に答えたの分かったよね。美味しいですね。だって厳しいですわお姉さん最近ね。本当にあんこの缶とか売ってないよね。でも豆だって売ってるかな。どっちがいいかな。海外でもしうち金時を作ろうとしたら出来合いのあんこがあればいいですけど、これがなければこういうお豆から作ります。お豆の作り方はね、昔ものしてんねんけど、小豆がなくても土地にあるお豆であんこを作っても美味しいです。黒いお豆を甘く炊いたやつとかさ、自分の国の甘い豆があるでしょ。でも甘い豆っていうのを受け付けない人がいるって聞いたな。セイボリーなお豆が主流の方たちに甘い豆の味の想像がつかないっていう聞いたことある。よーし、できたぞー。これを茹でていきます。ボイズダンプリングス。浮いてきて 1,2 分茹でたものは中に火が通っているので冷水の上にあげます。茹で切れてないものはちょっと食感が悪いからね、ちゃんと茹で切れてからあげた方がいいです。お水に取ったら氷入れたら、うん、で氷入れるね、冷やすためにね。ありがとう。それで冷やしておこう。白玉ができたら次は抹茶シロップ作ります。うん、おいしい。もちもちだ。おいしい。ママがさ、すーちゃんにさ、ママも味見いっぱいするしさ、すーちゃんに味見いっぱいさせるからたまに怒られる。ちょっと宇治金時ができるまで作った人の特権で、出来たて白玉お砂糖がけ。美味しいよね。よし、冷蔵庫に入れます。どのくらい？20になるまで。うん、そうそう。今15。オッケー。おい、もういいよいいよ。贅沢。贅沢。超贅沢じゃない？贅沢。ここにお砂糖山盛り。これ10人前やからね。
で、普段2人とかで食べる場合は10分の1で大丈夫です。シロップ作るね。 Put the sugar and water in a pot. 火にかけております。 Boil for 30 seconds and remove the heat. 30秒ぐらいね。抹茶はダマになりやすいのでこしましょうか。今日はすっごく丁寧に作ってるよ。いい抹茶を使うからね。こんなに丁寧に作らなくても本当はお水と砂糖と抹茶をお鍋にプッとかけてそのままシロップとして使えるんだけど、ね、すーちゃんもやりたい。すごいいい香りするじゃん。うん、そういうこと、そういうこと。うまい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 抹茶こすのうまい。Stir with a whisk until there are no lumps. Okay, じゃあこれは冷やしておきます。かき氷器を用意します。かき氷器、家で作った氷。これなんかご飯を冷凍する用の氷だからちょっと穴が開いちゃってるけど、いけるかな。やってみよう。このね、かき氷器はね、1万円以上ぐらいしたから高かったんだけど、こだわらなかったら結構安いのが、もうちょっとちっちゃいのも売ってる、日本では。2、3000円ぐらいで手に入ると思います。なぜ私がこれを買ったかっていうと、メイドインジャパンのかき氷器って意外に少なくてさ、家で使えるような、もっと大きい、なんかすごい、もう重機みたいなのあるんだけど、メイドインジャパンのかき氷が欲しかったんだ。あ、氷を削る前に全部用意しとこう。これさっき作った白玉。あんこ、今日は缶を使います。抹茶シロップ、あと練乳、練乳ってあるかな、海外にも。コンデンスミルク、あとは氷を削るだけです。 OK。 おお、できるできる、見えるかな。おお、すごい。これね、上手にやるコツはこの下のお皿をくる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 回し続けるんだ。くるくる回して、ほら、ちょっと、こんなてっぺんさんになっちゃったよ。じゃあ、いくよ。そうそうそう、うまい。ちょっとトントンする？優しくトントン。くるくる回してよ。すごいふわふわで美味しそう。すっごい濃厚抹茶シロップ。おい、オッケーオッケー。よいしょ、熱い。はい、じ、うん、いける、いける。英語の人、日本語の人、今日の人、今日はね、日本語の人。スーちゃん最近いろんな国の人に会うもんね。英語か日本語じゃない人もいるよね。それどう思ってんの、スーちゃん。楽しい。え、本当？スーちゃんが楽しんでんだったらいいわな。アイス。あ、外で食べるんだって。超熱そうなんだけど。うわー、熱そう。どうですか、外で食べるかき氷。美味しい？エプロン脱いだ。エプロン脱いだ方が綺麗。お料理終わったからエプロン脱いだ。お料理終わったからエプロン脱いだら、ちょっとでも違う気がする。ちょっと涼しくなったかも。うん、これ食べてみます。スーちゃんもあるでしょ。まだ。うん。おいしい。すごい、全部美味しいとこのやつだ。これはね、すき焼き屋さんだよ。美味しいや。すごい美味しそう。ちらし寿司に。あ、素敵。押し寿司に。うん。
すごい。海苔と海苔と鮭とちくわ天となんかおひたし系。すごい。この海苔弁めっちゃ素敵。美しい。しているところはとっても花火の近くなんだけど、今やってるのが第1会場で、第2会場ってあと30分後から始まるのがこのお家のもう目の前の川のここの黒いところから花火が発射されるのね。すごい見応えになるもん。お寿司食べながら見ております。黒、いいよ、一本持ってって。